はい、どうも、直樹です。今日はご視聴ありがとうございます。今日は、牧野高原キャンプ場。そうです、牧野高原のキャンプ場にね、雪中キャンプ来てます。今日は、ロッチのスキレットと、ちょっとこれね、名前合わせたんですけど、鉄板。これね、結構、魚焼きグリル用かな。一応、キャンプ用で売ってるんですけど、まあ、魚焼きグリルでそのまま使えるっていうのを売り出してる。ちょっと、思い出したらこの辺に貼っときます。で、まあ、料理でしていきたいと思います。今日夜ご飯は、もうスキレットのこのサイズときたらもう、あれですね。アヒージョ。そう、アヒージョ。作っていきたいと思います。どれかかってきたの？手触りたくないな。精密な計算をして測ってるで。揚げ物みたいな。はい。ほら、冬キャンプするために来れるのね。イエーイ。嘘。余裕ある余裕。買いました。ティボリ4。これ何やったっけ。カリブじゃん。カリブの1個下、ちょっと忘れた。なんとか、なんか数字が並んだ気する。ちょっと軽めのモデルでマイナス3、40度ぐらいまでいけるんで、全然余裕よし。あ、今回このテントもね、買いました。買いました。実はアップしてないんですけど、サカスシティビッグでもね、一回キャンプしてるんですよ。買ってでかすぎるなってなって、一回使って速攻打った。お譲りしましたね。大きかったら、あの大人数とか、まあ夏とかやったらいいと思うんですよ。冬どうしても大きすぎるとストーブあっても寒い。広すぎるので、17キロやったっけ、20キロぐらい。ちょっと8階に運ぶの大変じゃん。めっちゃ重たい。持ち運びもしんどいし、設営もちょっとしんどいし、お手入れもしんどい。そうやな、畳むのも一苦労やな。まあね、家族とかやったらなんかやけど、別に一人で片付けるのも無理やった。うん。どいない、1個ずつな。ご飯炊けてました。いい感じにベスティンで。行きます。それでは2個目を
待って。一番安かったこのガーリックステーキが一番うまいんだけど、やっぱあれやな、肉って質がまあ高いのは もちろん美味しいと思うけど、味付けがマジで大事だと思う。いっぱいなおけやっぱ塩コショウ振って適当に焼いただけやったらまあまあ美味しいけど、まあ所詮そのレベルちゃんと味付いてる肉は多少ね、まあ、これも多分いい肉なのかな。でもグラム248円やからまあまあまあ普通よな。さっきだって見ただけかったもんな。こっちの方が美味しい。風がないのでかなり焚き火に適してる。てかリサこれ逆よ。ね。これ逆。これじゃない。聞いたやないから合ってるって。全然合ってへんよ。全くもって合って。何が逆な。え？巻きこんな感じにさせへんよ。びっくりするわマジで。の前で来るイチゴ、うまただいます。今日ちょっと見ての通り、雨が降ってます。今から朝ごはんを作っていきます。はい、今からね、ポトフ作ります。今日使う鍋が MSR のステンレス製の鍋になります。ほんまナイター使うのめんどくさいから皿の上で切ろう。パンとペン食ったやさっき。あるポトフと一緒に食わない。いいやん、食べて。一人だけ食おうとするやろ。だって自分だってクロワッサン3つ食べたよ。俺は3つしか食って1個しか食べてない。10個食ったら十分やん。なんでそうなんや。俺だって食ったの実質昨日2個やからさ、今日まで1個しか食ってんから、これでおあいこやで。いいやん、取ってくれたもん。え、取ったらだってリサ食うやろ。俺の分が減るやん。減れへんよ、食べる。そんな別に欲しい言ったな。うん、食べた感じじゃ食べるけど。はい。やった。あ、これ食べた。これいいよ。ピーチも入れて。いやだ、でも入るか。入るか。
片付けるか、雨降ってるけど。好きで？好きで。